杉咲花と間違えて YouTube チャンネル開いちゃった人って今5億人ぐらいいると思うんですけど、ニナニでーす。杉咲花じゃないですよ、ニナニでーす。本当に杉咲花、今日はね緊張してますね。まあ、タイトルにもある通りですね、私高校を中退してます。ほんでその後1年半ガチで引きこもり生活、大荒れ生活を送っておりました。イェイイェイ。しかもこうね、私こうおちゃらけてる風に見えて、実はこの秘密主義でクールな一面っていうのも所持していますので、この話を全然知らないすげえ仲いい友達とかもいてるんですわ。だからこうなおさらこう喋るのが緊張してるんだろうね。まあでも長崎って田舎だから、中学同じだったやつとかには全然広まってるんだけれども、自分の口からそのことを話したことがある人間ってすっげえ少ないのね。じゃあなんで今回話すことにしたかっていうと、まああれですよね、普段こうやって面白い、まあ明るい女がね、こういう風にミステリアスな一面、まあ血が見せすることで、ボリーロキャランキーみたいな感じで、なんかエロくならんかなって。まあ、あと私はこう分かるんですよね、こう頑張りたいけど頑張れない状況に陥ってる時の人間がどれだけしんどいかっていうのは、多分人一倍そこで理解できてると思うので、多少はねこう寄り添えるんじゃないかなと思って、ほんならば話していきます。あのね、多分今日はちょっと暗い話というかシリアスな話が多いので、ちょっとあまり面白いことは言えないってことでね、今のうち面白いことも言っとこう。キャン玉大先生。まず私、高校は長崎県内にあるとある進学校に、まあ、進学したんですね。まあ、進学校行くつもりなかったんだけれども、当時通ってたね、あの塾の先生とか、まあ中学の先生とかから、あの岩永と進学校に行きなさいって言って、私もはいっつってからね。でその学校を高2の夏に辞めました。友達関係でのは至ってすごく良好で、いまだにね、高校の友達とかには、お前が辞めた理由いまだにわからん、突然消えたよねって言われるぐらい、旗から見たら高校生活うまくやってるやつには見えてたみたいで、じゃあなんで辞めたかっていうと、つまらんすぎたっていうのが、もうシンプルな答え。当時の自分の人生に絶望的に飽きてて、当時の私は未熟で、だからこう自分の人生が面白くないことを環境とか学校先生のせいにして逃げましたね。何も起きない日常、まあ、進学校だからね、膨大な量の課題で、まあ朝7時前に家出て夜の8時過ぎに帰る毎日で、誰かが噂話とか悪口をねしてるのを楽しそうに聞いてるふりをしてる自分、なんか全部に嫌気がさしてて、私が通ってた高校が悪いわけじゃないんだよね。進学校と私の相性は最悪だったけれども、もう小さい頃からなんだけど、課題は出せないで、授業も聞けないで、ノートも取れないのね。教科別にノートって分けるじゃないの、私できないの。それが一冊にね、原文、古文、生物、世界史みたいな感じ。 YouTuber って多いじゃん、 ADHD だけれども、私これ違うのよ多分。私これ多分ただの怠惰だから、一番恥ずかしいパターン。学力がね落ちてたら、このままじゃダメだぞお前たちとか、志望校に行けるやつはここからここまでのやつだぞ、あとは全員落ちるぞとかね、そういう話を学年集会とかで何十分もされるわけで、自分が進学校に進んだから仕方ないんだけど、ね、お前さうるさいんだよって私の中の千賀健とはしょっちゅう出てきてて、で高2に入って、私担任との相性がすごく悪くて、衝突するっていうか、私がこう反発するようになっちゃって、で学校サボるようになっちゃったんですよね。で親がそれでやっぱり心配するじゃない。私こうなりたい職業っていうのが実は当時あって、でそれってね、学力云々関係なくなれる仕事だったから、こうなおさらこの今のこの進学校に通ってる意味、膨大な課題の量を出す意味もわからなくて、でその話を親に打ち明けたのね。で親はやっぱりさ、学校に行かないことが心配だから、当時の担任に、実は本人には絶対に言わないでほしいんですけれども、こういう理由で学校に行けてないみたいですみたいな感じで話しちゃってたのさ。で、ある時私が久しぶり学校行って、で朝の会終わって教室がシーンってなってるタイミングで、担任がね突然私の子横に来て、すっげーでかい声で、岩永、お前丸々になりたいんだってな、お母さんから聞いたぞみたいな、だからこういうとこに来ても意味ないと思うから学校来れないんだろみたいな感じで半笑いで言ってきたの。なんかその瞬間私はもう、あ、本当にもうやめちまおうこんなとこって本気でその時に思って、でも最高に楽しいって思った瞬間にその高校辞めたいなと思ってて、7月に球技大会があったのね。この日は学校に行く最後の日にしようって決めて、球技大会の日もうめちゃくちゃ楽しくて、うちらのクラス全校で優勝して、これ絶対やめろってことやん今日って思って、で久しぶりにこの高校に入ってマジでよかったなって思えた瞬間だったの、その日マジで楽しかったなって本当久しぶりに思えて、で私はその日を境に学校に行くのを一切やめました。部活だけには顔出したりとかしてたらね、でもその部活だけに顔出してることに、また他人にバレてさ、それでキレられたりとかしたから、その部活に行くこともやめてしまって、それでも完全に行かなくなったって感じですね。
はい、これが高校中退の経緯です。でそこから私の引きこもり生活が無事始まるわけですけれども、まあ、シーズン2ですよ。今まで生きてきた中で一番きつかった時代ってやっぱりここの引きこもり時代なの。まあ、高校辞めてすぐ親は長崎の通信の高校に編入させようとしてくれたんだけど、私はそれを頑なに拒否します。今は高校に行かんっつって、お願いやけんもうほっといてくれるっつってから、高校を辞めた途端全ての活力がバッと消えたの。何もする気が起きなくて、そこからこう非常に荒れ始めます。私は何その尾崎豊みたいな盗んだバイクで走り出すみたいなことはないですよ。法を犯すことなんてしないし、なんかヤンキーみたいにああなんしみたいな感じでタバコを吸うことも全然ない。ただなんだこの友達と遊びほうけたりとか、まあ家でしたりとか、そんなもんですよ。可愛いもんでしょ。と思ったらもう家に引きこもって、もう何日もこう塞ぎ込んでしまったりとか、でこの時代にこうろくでもない男の人にこうたくさん引っかかったりとかもしまして、で逆にこう人もね振り回して傷つけちゃったりしたこととかもあって、私ねこれきっかけなんだよね、恋愛ができなくなったのって。自分が落ちてる時にする恋愛ってろくでもないってことにこの時に初めて気づいて、この時の傷とか、まあ、反省があまりにもでかすぎるがゆえに彼氏を作りたいと思えなくなったっていうのが確実にある。まああとはなんだ、ブクブク太って65キロとかまでなってね、ニキビとかもめちゃくちゃできて、で太ったと思ったら3ヶ月とかで10キロぐらい落ちちゃったりとかで、と思ったらまた太ったりとか、まあそういう1年半でしたね。だからかな、この激太りと激痩せをこう繰り返したから私は尻のセルライトが未だにあるのかな。あ、今興奮した人、今チョケるとこじゃないんですいません。この引きこもり時代に私を一番悩ませてたことって、それが夢なんですよ。私ね、引きこもりしてた1年半、毎日毎日同じ夢でうなされてたんですよ。それがですね、辞めた高校の卒業式に参加する夢なの。私ここにいていいのかなって思いながら体育館の椅子に座ってんのよ。で、うなされて目が覚める。で、起きたらすごく泣いてるみたいな。寝かけたらこう息ができなくなって目が覚めたりとか、呼吸の仕方が突然わからなくなったりとか、で、毎晩毎晩突然涙が出るしね。こう何よりもこう親にね、申し訳なくて、申し訳ない申し訳ないって思ってるのに動けなくて頑張れなくて、でうちの家族は明るいからさ、こう私がこんな状況になってる時も気丈に振る舞ってくれてね、それなのにこう反抗的な態度とかね取る時とかもあって暴れたりとかさ、でなんだ今考えたら親とかばあちゃんとかこう痩せてたなって思って、やばい泣きそうだ。涙が出るんですよね、こういう風に何年経っても頑張れない時期がきついってマジの話なんですよ。あの時の精神状態って絶対いいものではなかったんだよ。ほんで気づけば高3の3月ぐらいになりましたと。で私も18歳になりました。友達の進路もどんどん決まっていってる中で、私はこう突然ね、このままじゃいかんと突然行動しだすんですよ。私はね、突拍子もないの、いつもまず何をしようとしたかっていうと、高校に行くことを決めました。みんなが高校卒業するタイミングで私は高校に入学することに決めたんですよ。でも私はこの長崎っていう甘やかされる場所がたくさんある環境で高校に行ったとてダメだと思ってて、自分の性格なんて自分が一番分かってるから、私は甘えられない環境、どうあがいても甘えられない環境に身を置くしかないと思ったの。そう思って私は家族にお願いをするわけですよ。東京の高校に行こうと思います。私は東京で一人暮らしをします。なので引っ越し費用だけいただきたいですっていう、まあそこそこ無茶なお願いするんですよね。で、まあ、うちってね別に裕福な家庭じゃないから結構カツカツだったんです。こう引っ越し費用とかね工面してくれて、お金出してくれて、で私を送り出してくれたんですよ。そして私は18歳にとりあえず高校に入学するっていう目標だけ掲げて完全ノープランで上京したんですよね。で私昔からマジで何も考えないのさ、本当に適当人間だから、住むって決めた賃貸もこのネットで適当に決めて、あのここでいいやって思って決めたところがさね、でしかも私このヤバいところが土地勘なさすぎてさ、東京と思って決めた物件が2部屋で埼玉県だったさ。だけど私は意図せず埼玉県に住むことになるの。だけど住めば都、うん、無事埼玉に順応した私は東京の高校に通いつつバイトもしつつ、で私は他に勉強したいこととかもあったから専門学校みたいなものにも通いつつ、まあ一人で生活してたわけですよ。自分はこう生活費、あと家賃半分、光熱費、まあ、食費、そんなものって全て私自分で工面してたんですよ。なんで生活できてたかって、私東京に友達がマジでいなくて、
高校も通信みたいな感じだから人と関わることはないですし、あと専門学校もね、人とあんまりこう何接することではないのよ。でバイトも朝と昼とかで入ってたから主婦さんとかだからさ、けどね楽しかったんだよね。全然金ないなりに楽しくて、で家にテレビもない、友達もいない、唯一の心の拠り所っていうんですかっていうのが YouTube を見ることだった。で私はこの一人暮らしの孤独感を埋めるための暇つぶしとして YouTube を始めたんですよ。で気づいたらそれが仕事となり、今こうやって皆様と出会えているというなんともエモチルなお話。あとこれほんとねマジで鳥肌立った話なんだけど、引きこもり時代に毎日見てた夢があるって言ってたじゃん、卒業式の。あれって私埼玉に行ってからもちょっと見てたんだけれども、しばらく経ってその夢見なくなってたんだね。だからもう4年見てなかったの。2018年から2022年見てなかったの。だけど今年入って4年ぶりにその夢を見て、しかもねその今まで見てた夢って卒業式に参加するだけの夢だったんだけど、その日4年ぶりに見た夢は卒業式に参加して卒業できたんですよ。卒業証書を受け取れたのね。朝起きたら泣いてて、ああなんか久しぶり見たなと思って、で日付をパッて見たらその日が3月1日だったんですよ。もう卒業式の日だったの。でそれ以来その夢は一切見てないから私は。ああなんか自分の中で本当にこれはもう一区切りついたんだなって思って、まあ私のね16歳からの人生はこんな感じです。選択した道ってその時は間違ってたとかきついとか思うんだけれども、間違ってることなんてないんですよ。だって私まずさ高校を辞めるっていう決断がないと絶対に YouTuber とかなってないからね。まず YouTube に興味持つことすらなかったと思うから、だからそう考えたら全部が全部正解だったんだなって思って、まあでも一つ言いたいのはこの動画見て、じゃあ私も今高校辞めたいから辞めようと思って辞める、それは違うからね。なんだろうな、高校を辞めたいと思う理由が人からすごくひどいことをされてるとかだったら私は辞めることも視野に入れていいと思うの。だけれども辞める理由が私みたいにこうただつまらない、面白くない、毎日がちょっとなんか退屈、まあそんな理由で辞めるなら私はもうちょっと踏ん張った方がいいと思う。なんでかっていうと私もそういう理由で辞めて1年半クソほどに苦しんだから、毎日悪夢見るほどに、だからこうやっぱりこうそこは考えてね、なんかこの人がしてたから私もそうしすぎゃいいんだとかは思わないで、あなたたちにはあなたたちのあれがありますからっていうわけで、はい。だから君たちが今選んでる道も絶対に正解なの。間違ってることなんて絶対ないから。で多分人間って選んでなかった方の道を想像してそっちの方が良かったんじゃないかって思うことなんてあるんだよ。私だってあるし、私だってこう YouTube をやらずにね、そのままこう高校も辞めずにね高校卒業してみんなに流されて多分大学って絶対行ってたと思うし、で大学行って大学生してたらきっとこう彼氏はできてただろうし、そっちの人生も良かったんじゃないかなとか思うことなんてあるんだけど、結局ないものねだり。この動画見てる人たちはこう YouTuber の人生とか著名人の人生とか羨ましいなって思う人多いと思うんだけど、私はやっぱりあなたたちの人生が羨ましいと思っちゃうし、で結局ないものねだり。だけれども私が選んだ道も君たちが今選んでる道も絶対に間違ってない。しんどい思いしとるやつって今しんどいんだよ、絶対にしんどいんだよ。けどそのしんどいって絶対に続かないし、数年経ったらこのしんどさってここに繋がってたんだなって本当に思う。その道を正解にするようにやっぱり動かなきゃいけないですよね。やっぱり動かないと変わらないですから、今動けない人もね、今は動けなくていいの。私は1年半だらけてたから。私は人のことをよく考えるめちゃくちゃ善良な人間っていうことで、はい、どうでしたどうでした。まあ絶対もう惚れられてるはずなの面白い上に可愛い上にスタイルもいい上に、こんなミステリアスな一部分もあって、あ、わかるわかる、あ、そういう過去があったから彼氏もできてないんだねっていう、そういう言い訳付けにもなりますので、まあ、またねリア子が増える、それはもう分かってますそれ分かってますよ。はいはい、充電がない、終わっていい、チャンネル登録お願いします。何でもするからインスタはしたから、チャンネル登録